外房線は、千葉県千葉市中央区の千葉駅から同県鴨川市の安房鴨川駅の間を、房総半島の東岸に沿って結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。また、外房線の前身である、房総東線についても記述する、通勤時間帯の外房線鎌取駅、同じ外房線の滑川アイランド駅千葉から、房総半島を横断し、 同半島の太平洋沿いを南下して、鴨川へ至る路線。蘇我駅で内房線が分岐し、安房鴨川駅で再び内房線と接続する。千葉駅カ佐一宮駅間は全区間複線であり、列車本数も比較的多く、東京方面から総武快速線や京葉線の快速電車や東金線から各駅停車が乗り入れている。一方カズ一宮駅以南は、 単線区間があり、列車本数が少なくなるが、東京から京葉線経由の特急列車が安房鴨川駅まで運転されている。暴走各線の中では、旅客人キロ、平均通過人員、旅客運輸収入いずれもトップである。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。 全線が JR 東日本千葉支社の管轄である。房総半島の太平洋側をめぐる鉄道として、房総鉄道が1896年1月に蘇我駅、大網駅間を開業したのが始まりである。2月には千葉で総武鉄道と接続し、1897年に一宮駅、1899年に大原まで延伸された。1907年に 鉄道国有法により、間接鉄道に編入され、暴走線となった。以降も順次延伸され、1913年に、勝浦駅、1927年に、か佐沖津駅、1929年に、安房鴨川駅まで延伸され、1925年に、安房鴨川駅まで達していた、北条線と接続し、同時に、北条線を編入して、千葉駅、 大網駅安房法上駅木更津駅、蘇我駅間が暴走線とされた。しかし、1933年には再び、千葉駅、大網駅安房加茂川駅間が分離され、房総東線となり、1972年に、現在の外房線に改称された。また、総武鉄道と接続した当初より、千葉駅と大網駅でスイッチバックをする配線だったが、1963年に、 千葉駅を西千葉駅方向に 0.8km、1972年に大網駅を土家駅よりに 0.6km それぞれ移設して、同時に新線を付設したため、東京方面から大原方面にへ方向転換なしで運転可能な配線となり、スピードアップにつながった。その一方、大網駅のスイッチバック解消後、 総武本線の自動列車制御装置の関係から、房総半島を一周する特急、快速列車が設定できなくなった。なお、大網駅に接続する急線は、東金線から新茂原方面へ直通する貨物列車のルートとして残されたが、1996年から実質的に休止状態で、1999年に廃止された。 安房天使に安房鴨川間基本的に1時間ごとに、京葉線の東京駅からカズサ一宮駅、勝浦駅、安房鴨川駅まで特急、我が塩が運行されている。かつては255系電車による列車が、特急、ビュー我が塩として運行されていたが、2005年12月10日のダイヤ改正で特急、我が塩に統一された。夜の一部列車は、 勝浦駅安房鴨川駅間で普通列車として運転されている。基本的に最長でも安房鴨川駅までの運転で定期列車として安房鴨川駅から内房線に直通する特急列車は現在設定されていないが臨時列車として土曜休日に新宿駅安房鴨川駅間で運転されている特急新宿和菓子が 期間限定で、渡浦駅まで運転されたことがあった。毎年元日には初日の出専用列車。毎年12月上旬頃に長者町駅付近での、いすみ健康マラソン開催時には、同駅始発の上り臨時特急、いすみマラソンが運転される。また、1975年までは、房総半島を一周する列車が走っており、その後も、臨時快速、くるり、 暴走号を運転していた時期があった。起点は原則として、千葉駅である。千葉駅と蘇我駅の間は、内房線の列車も走る。また、千葉駅、大網駅間では、東金線との直通列車が走る。普通、編集普通列車の大半は、千葉駅と茂原駅、かず一宮駅、大原駅、勝浦駅、安房鴨川駅及び、東金線鳴門駅との間で運転されている。 朝には、上佐一宮発安房鴨川駅が2本、大原発安房鴨川駅、安房小港発安房鴨川駅の下り列車と、勝浦発カズ一宮駅の上り列車が、それぞれ1本ずつ運転されている。また、千葉発16時台と23時台に、大網駅が1本ずつ運転されており、後者は外房線下りの最終列車となっている。 京葉線直通東京行きの各駅停車は、平日朝には、本田発が1本、夜間は、上ズ一宮始発や本田始発が設定されている。なお、京葉線からの系統で、全区間各駅停車の設定はない。夜の下り特急列車のうち2本は、勝浦駅安房鴨川駅間が普通列車となる。千葉駅カズ一宮駅間では、最大重量編成、東金線直通列車は、 最大6両編成で運転されている。上ズ一宮駅安房鴨川駅間では、三角駅、何は駅が最大8両編成にまでしか対応することができない。ため最大8両編成で運転されている。2007年3月18日ダイヤ改正では、早朝の一部の列車が上ズ一宮駅で乗り継ぐ形に変更され、本田駅折り返しや大網駅発着の列車も数本、設定されている。 かつては、安房鴨川駅で、内房線と、相互直通を行う列車も存在したが、現在は原則として、安房鴨川駅でそれぞれ折り返している。快速、編集横須賀線、総武快速線に直通する、列車と京葉線に直通する列車が設定されている。横須賀、総武快速線直通、編集和ず一宮駅千葉駅間と総武快速線、 横須賀線等を直通する列車は、外房線、総武快速線内では、快速運転を行う、日中にも設定されている。かつては、勝浦駅発着で運転されていたが、1998年に、大原駅発着に見直され、2004年10月16日の、ダイヤ改正で、カズ一宮駅発着に統一された、国鉄時代の総武線直通快速の千葉駅。 勝浦駅間の停車駅は、蘇我駅、本田駅、大網駅、茂原駅、カズ一宮駅、大原駅、温宿駅であったが、ダイヤ改正を重ねるにつれ停車駅が増加し、現在では、千葉駅、大網駅間は各駅に停車する。総武線快速の車両は、鎌倉車両センターの e 2 1 7系1 1両、編成か15両編成である。京葉線直通。 編集京葉線東京駅を発着し、新木場駅、前浜駅、海浜幕張駅、蘇我駅などに停車する直通列車も運転されている。以前は京葉線直通列車は主に早朝、夜間のみの運転であったが、2010年12月4日のダイヤ改正より、日中にも京葉線外房線を直通する快速列車の運転が開始された。日中の京葉線直通列車は、 蘇我駅で内房線の列車と相互接続を行う。早朝夜間に運転されている快速列車は外房線内でも一部の駅を通過するが、日中の快速列車は外房線内の各駅に停車する。夜の京葉線東京発の通勤快速重量編成は本大駅で分割し、全4両が大網経由東金線、鳴門駅5、56両が 通勤快速カツウラ駅として運転される。また、朝のカツ鳴ラ、ナルト発通勤快速は、カツラ発の列車が、本田駅で後から来る、東金線ナルト発の通勤快速と連結して重量編成となる。快速、編集1975年3月10日の、ダイヤ改正で、千葉駅安房鴨川駅間に1日1、往復設定された快速。朝に上り、夜に、 下りが運転され、当初の停車駅は、千葉駅、大網駅、茂原駅、かずさの宮駅、大原駅、温宿駅、勝浦駅、うばら駅、かずさおきつ駅、なめかわアイランド駅、安房小港駅、安房天津駅、安房鴨川駅だったが、1978年10月2日のダイヤ改正で、本田駅、本尾納駅,駅、台東駅、長者町駅、 1979年10月1日のダイヤ改正で蘇我駅が停車駅に追加され、1981年10月1日のダイヤ改正で普通に格下げされる形で廃止された。2014年3月改正時点では、千葉駅、蘇我駅間で1日に往復の貨物列車が経由するが、外房線内の駅では貨物取り扱いは行わず、どちらも蘇我駅から、 京葉臨海鉄道臨海本線に直通し、千葉貨物駅を発着駅としている。一往復は常磐線隅田川駅からの高速貨物列車。もう一往復は東海道貨物線川崎貨物駅からの専用貨物列車である。すべて電車で運転されている。機動車、編集日本国有鉄道時代は、夏季になると海水浴臨時快速列車の増発に対応するため、 千葉地区に在籍する機動車だけでは間に合わなかったことから、東北、新潟から四国、九州まで全国で在籍していた区所から借り出されたり、新潟鉄工所、富士重工業、東急車両製造といったメーカーで落成したばかりの車両が予定の区所に配置される前から、落成順に試運転前提で千葉地区で運用されたりした。前社の全国から借り出された車両には、 中学旅行職や準急日光用キハ55系、千葉鉄道管理局管内に配置がないエンジン2期搭載のキハ58系、2013年から、いすみ鉄道で運転されているキハ28から2346号車、校舎の試運転を兼ねて運用された車両には、北海道仕用から四国、九州向けの新車も含まれ、下記に限って、札、竿から、鹿過去まで、 千葉鉄道管理局管内以外の所属区所表記を付けた車両を千葉地区で見ることもできた。電車、編集以下で使用種別について特記ないものは普通列車に使用。東京都心への通勤、通学利用が多い区間で、外房線の利用者の大半はこの区間と利用者数も年々増加中であり、1992年から2015年度までの増加率は、 約148%である。外防線の普通列車は、千葉駅を発着する。日中1時間あたりの運行本数は、千葉駅、蘇我駅間では、内防線の列車も含めて6から7本、蘇我駅、大網駅間では4から5本となっている。千葉駅から本千葉駅を過ぎるまで高架を走行し、並行する、京成千原線が左へカーブを描き、オーバーパスした後、 高架から地上へ降りて、蘇我駅に到着する。蘇我駅、大網駅間は、房総台地を横切って、九十九里平野へ一直線で向かう、路線形態となる。緩やかな勾配が連続し、トンネル区間もあるなど、車窓には山地を走行する雰囲気が映る。蘇我駅、大網駅間は、東京のベッドタウンとして、大規模な宅地造成が行われた。鎌取駅は、千葉、市原ニュータウンの、 お弓の千原台地区の玄関口であり、土系駅はあすみが丘ニュータウンの玄関口である。特に鎌取駅は発展が著しく、駅周辺は商業施設、マンションが密集し、近未来的な住宅都市の光景が広がる。利用者の増加に対応して、ラッシュ時には本田駅で千葉方面に折り返す列車も設定されている。千駅発着の普通列車のほかに、 総武線、京葉線と直通する快速、通勤快速が設定され、東京都心へ乗り換えなしでアクセスできる。東京駅までの所要時間は、京葉線直通の通勤快速で40から50分ほど、総武線直通の快速で60分ほどである。なお、すべての快速列車が、蘇我駅、大網駅間の各駅に停車する。大網駅より先は南に進路を変え、標高が、 やや高い暴走台地から一転して、低地の九十九里平野を走行する。この区間は、乗車自民が千人から二千人ほどの小規模な駅が、続き、駅周辺に住宅地がある程度で、周囲は田園風景が広がりのどかである。しかし、新茂原駅を過ぎるあたりから、林と住宅が連なる、住宅街が現れ、しばらくすると高価になる。茂原駅は、 九十九里平野の中で最大の都市の中心駅であり、電子部品関連や製薬関連、また天然ガス関連の企業が集う商工業都市であるため、1万3千人ほどのまとまった乗車人員がある。またこの駅を境に、外房線における旅客輸送に大きな段差が生じる。カ佐一宮駅は外房線における運行形態の境界駅で、 この駅まで日中でも1時間に2から3本の列車が運行される。千葉駅、大網駅間に比べると中心都市があるため、東京のベッドタウンとしての住宅地は少ないが、京葉線、総武線に直通する快速、通勤快速が、上ズ一宮駅まで運行していることから、東京駅への通勤利用もある。上ズ一宮駅より先は、普通列車の本数が1時間に1本ほどとなる。 上りの大原駅から千葉方面、勝浦駅から千葉方面の普通列車は、始発から8時頃まで特大の千葉方面から、大原駅までは16時頃から終電までは、毎時2本から4本運行している。単線区間を基本とするが、一部複線化されている区間もある。かず一宮駅とら駅間、長者町駅四宿駅間では複線化準備施設や、 用地買収によって生じた長い空き地などが車窓からもわかるが現時点での輸送需要から本格的な伏線化工事に進む見通しは立っていない大原駅では泉鉄道泉線と接続している五宿駅までは太平洋と 1km ほどの距離を置きながら走行するため車窓に海が見える区間は非常に少ない五宿駅安房鴨川駅間は 太平洋沿岸に沿って走行し、沿線には海水浴場やマリンスポット、リゾートホテルなどの海関係の観光施設が点在する。また、日蓮聖人ゆかりの成長時、誕生時などの古刹も点在している。外房線はこれら地域へのアクセス手段としての利用が多い。ありがとうございます。